はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5、続きをやっていきたいと思います。ミッショングランドスタートですね。さまざまな問題に対処しながらウランを輸出しろということで、ウランだったらさ、なんかバオバオいっぱいあったよね。カイアド・フォーチナーがどれだけウランあったかってちょっと覚えてないんだけど、バオバオはね3つくらいあったと思うんですよ。どうかな、カイアド・フォーチナーもまあ結構発展してるし、両方ねかなり安定はしてきてるんで、ちょっとバオバオでやりたいと思います。レオンが生きていた。やはり彼は死んでなどおらず、ただ敵の目をくらますために自らの死を演出しただけだったのだ。まあ私が彼の立場でもそうしただろうな。だが彼の帰還は偶然ではない。世界は変わろうとしている。社会的混乱は進み、我々は環境汚染や核エネルギーに関する問題を抱えることとなった。レオンは新たなエネルギー危機に瀕した我々に対策を提示するために戻ってきたのだ。グランドスタート、久しぶりだな。私の死は敵の目を欺くための演出だったのだ。だがこれ以上隠れ続けるわけにもいかなくなった。世界は一層混迷を深め、私の力を必要としているのでな。人類は破滅の道を突き進んでいる。人々は資源を浪費し、持たざる者は帰り見られることなく、史上最大のエネルギー危機が目前に迫っている。今のうちに対策を行わなければ世界は暗黒に包まれるだろう。新世界機構は現在必要資源の備蓄に当たっている。君にはその中でも最も貴重な資源の収集を頼みたい。ウラン2000ユニットじゃなくて2万ユニットでミッションクリアですね。一応レオン剣は生きていたと。ちょっと一回時は止めましょう。研究はどうしようか。温泉、劣等感、正し書き、スパホテルとかができるけど、タワーマンションとか作れるようになりたいよね。こっち先にやろうと。よし、でウランはねこっちの方にあったはず。これはウランだね。あれ、ウランって俺なんか掘ってなかったっけ。これ掘ってないよね、ウラン。あれ、とりあえず道だけつなげたんだっけ、ウランって。そう、自動鉱山とかになってるからね、やってれば。まあ、それともウランの輸出が必要だから一回解除されたのかな。まあ、いずれにせよちょっと自動鉱山をもう一回じゃあやりますか。ちょっと待って待って待って、お金がないんだよ、いきなりやると。少しお金を貯めてからだね。そうすると時を進めましょう。多分このままでもお金はめちゃくちゃ貯まっていくね、これ収入が半端ないんだけど。うおー、なんかミサイルみたいなのが打ち上げられたけど大丈夫？みんな、冷戦が正式に終了したわ。つまり私たちは勝利したの。アメリカもソ連もお互いを破滅させることに失敗したってわけ。とりあえず6万円代わりに世界中で紛争が勃発するようになったみたいだけど、これは私たちのせいじゃないわよね。ここと、ここにやって、で自動鉱山の金はこれバラックだし、あげましょう。もうマックスリア、これもマックスにして、多分この3つだよね、この島にあるのは。で時を進めましょう。これってさ、このままさやってれば勝手にクリアするんじゃないの。でもまあ何かタスクとかがね出るはずなんで、そううまくいくかって言われたらちょっとあれなんだけど、いやマジでちょっとでも広くなりすぎて管理がわからん。ここら辺をまた工業地帯にしよう。観光地帯はだいたいここら辺まで。この遺跡からこっちだね。遺跡からこっちは観光地帯で、その中を工業地帯で、こっちはこっちでいろいろ進めると。8万円になったね。あとあれか、もう輸出とかさ輸入とかあんまり見なくていい気がするんだけど、とりあえず輸入をして自動車とかね、あの宝石とか売っ払えばめちゃくちゃ金になるんで、まあ、今のままでいいような気はするんだけど、あとは賞賛的なやつをやっとくか。これ一般住宅、あれ、ちょっと待って、大使館98、タスクが来てんね。見よう、我々は新たな時代に入ろうとしています。科学研究所、
じゃあ科学研究所もこっちの方に作ろう。科学研究所ってどれ？多分こっちの方だよね。これか。研究ポイントを生み出し、近隣の化学系の物質、じゃね、建造物の効果を上昇。え、化学系の建造物って、てか正面どれだこれ。ここが正面だよね。よし、じゃあもうここに置いちゃおう。べちょっと、ウランの輸出がちょっと始まらないね。もう少し掘ってからじゃないとあれかな。港をもう一個増やす。このさ、これこれこれ、港の積載量オーバーしていまして、どんだけ作ればいいの？ちょっとな、それが分かんないんだよな。ここら辺にちょっと港を増やしますか。ここら辺に作れるから道路大丈夫だよね。まあいいや、3つくらい作っちゃおう。もう輸出と輸入の速度が早まればそれはそれでいいんで。超行きづらいんだけどこの港まあしょうがないよね。ほいで、道路を持ってきましょう。とりあえずこっから直線に伸ばしていって、この港をつなげますと。でもう一個、ここはもう曲げちゃっていいと思うんだけど、こういう感じでいいか。ほいで、ここもこんな感じか。よし、OK。一応ここはじゃあこうやってつなげておく。でバラックだらけだな。やっぱりここら辺で働く人も少し家が欲しいんだな。観光地帯だけどどうしようかな。じゃあこの鉱山の近くに家を建てよう。もうしょうがない。そうするとマンションでいっか。マンションの向きってもういいや。これでほいほいほいっと。でこっちの方にマンションを作っていきましょう。ちょっとあんまり鉱山の近くっていうのもね、てかもうアパートとかね、いらない気がするんだよな。全部マンションにしちゃってもいいと思うけど。あとは建設業者とか運送業者がうまく機能してくれれば。道をつなげますか。どうなんだろうね。でもあんまり交差点が多いっていうのも渋滞の元になりそうだけど、なんかさ、めちゃくちゃミサイル打ち上げられてんだけど、本当大丈夫なのこれ。特に効果を上げることはできないか。予算だけ上げとく。これ何に役立つの核ミサイル施設って。どっちかっていうと原子力上げたいよね。トリウム原子炉、これやろう。ちょっと予算上げよう。これはマックスにしよう。で科学研究所、付近に電子機器工場があるごとに上昇か。効果が50、電力消費するけどハドロン加速器やろう。これもちょっと予算上げちゃおう。ここら辺のものはどんどん稼働していってもらいたい。であれ、ウランの輸出がマジで始まらないな。なんでだ。これバラックが多すぎるんだよ。こんなところに住みたいの？すぐさ、やっぱり行きたいのかね。絶対うるさそうだよね。こんなキュイーンってやってるところの近くにさ、バラックでしょ。しかも絶対騒音対策とかなされてないし、金もただ13万になってきたな。運送業者と建設業者、どうする。ここはめちゃくちゃ稼働させる。じゃあちょっと建設業者っていうより多分運送業者だな、重要なのは今のところ。だからここは並列させよう。増資増資しよう、運送業者を。ほい。レオン・ケーンが生きていたなんて。あなたを疑ったこともありましたが、彼曰く
あなたは依然として我らの忠実な仲間であるとのこと。ならば過去の憎しみは忘れ、再び協力し合いましょう。こいつ勝手だな。まあいいや。我々のこの計画に、我々の計画にとって新たな脅威、それは環境活動家。彼らは以前よりウラン鉱石を開放容器に保管していることに対して抗議活動を行っていた。今回我々が発掘の規模を拡大したことでその怒りのリミッターが外れてしまった。環境活動家が島の施設に攻撃しますが、マジかよ。ストライキが起こってんだけど、牧場で。どこだこれ。とタスクがあるね。プレジデンテ、私は今生まれて初めて知識への渇望を感じております。つきましてはこの感動的な気持ちをみんなと共有したいと考える次第であります。これまではバツ印で署名していた書類も、イニシャルで行うことにします。我々のような知識を研究するトロピコ人がやがては宇宙の謎を解き明かしていくことになるでしょう。国際研究プログラム、解放主義者の支持度。解放主義者とかさ、なんとか主義者とかってさ、全然わかんないんだよね。あれ布告ってどれだっけ。あれちょ待って待って待って、こっちか布告。国際研究プログラムだったよね。どこだ。あったあったあった、これか。研究ポイントを得ることができます。あ、マジでこれよくね。あなたの見事な手腕によりトロピコはグローバル化する世界におけるキープレイヤーとなりつつあります。オフィスビル2つ無料で建設。あ、これにしよう。お、ウランが輸出始まったね。今10分の1か、2000だから。我々は新たな時代に入ろうとしています。あー、まあ派遣するか、別に人はいるしね。とりあえずじゃあ着服か、お前が行け。もう何かと着服家を派遣するからね。で、金も増えてきてますね。特にな、もう何かを作らなきゃいけないってあれではないけど、そ、活動家からラマだったっけ。どこだマジで。どこ、こっち、あ、これか。8000円、あ、もう全然楽だね。金で買収しよう、金で。軍隊的なものはどうなんだろう。あんまりないっちゃないからね、多分施設的には。ここら辺の観測所とか。宇宙の広大さに比べれば我々など小さな塵のようなものです。逆に言うと自分より弱いものを見ることで我々は自らを慰めることができるというわけです。巨大な建物を作って我々の民に自らの無力さを感じさせましょう。そうすれば我々も塵よりはマシな存在に昇格できるはずです。タワーマンションとアパレルメーカー。タワーマンションだよ作りたいの。うわまたか、結構あれだな。どこだ、ちょっと左上のあれが。あ、ここだ。ここ何、どれ。ストライキ、まあいいや。これどこのあれだった。世界中のマスコミがテロ組織の脅威について報道しており、彼らの口からはしきりにグランドスタートという言葉が発せられています。宮殿の作業者がストライキしたのかよ。ウラン鉱山でストライキが発生します。廃棄物処理場一つ所有する。ストライキが発生しなくなる。よくわかんないんだけど、効果、ウラン工場でストライキが発生します。これやらないって言ったらどうなの。別にそのままじゃないの。まあいや、とりあえずやって。廃棄物処理場でしょ。まあそれはね、もうすぐあるからね。どこの国も最新のテクノロジーの開発に熱心なようです。我々も負けるわけにはいきませんな。未来の素材、まあこれはちょっと研究ポイントがたまんないとできないので、とりあえずやるだけやりましょう。マジでウランのあれが謎なんだけど。よし、じゃあちょっとタワーマンションを建てるか。せっかくなし、金もあるし。タワーマンション、タワーマンション、住居これか。うわ、タワーマンションとか電力使うんだ。でかいね。いいね、さすがだね。どうしよう、じゃあここら辺にする。もう
ちょっとやだね。でもこの近くに、また例によって正面がよくわからんから、本当に正面がわからん。まあいっか、恥だし、ここら辺立っとこう。何がタダで作れるんだっけ。なんかタダで作れるようになったよね、2つ。シネコンとかあるし、どれがどれだかもう本当に把握できないな。物が多すぎる。病院と警察署はちょっとここに立てておこう。ああ、ここら辺なんで治安がこんなに悪いんだ。ならず者だからか、こいつらが。まあいいや、ちょっとじゃあ、警察署をここに置いて、で、さらに病院も整備しておこう。病院は、あれだっけ、道路の向きはないんだっけ。で、さらに、じゃあ新聞社もちょっと配置しておくか。自由をね、求めて。で、あとさらに、大聖堂とかも建てておく。スーパーマーケット1個こっちに建てておこうか。じゃあここ。ちょっと観光地が、だいぶ狭まってきたけど。まあしょうがない。喜ばしい知らせです。パーソナルプロジェクトが完成したと。モダンアートだろうなって何？意味不明とか。罠だ。反体制派の脅威が低下。どういうこと？トロピコの住民たちは作品のお披露目会を今かと待ち望んでいます。一つだけ問題があって、プロジェクトの内容を把握していない。効果不明。プレジデント、私は震えています。あなたも、あ、いえ、みんなが震えています。地震か。いや、これで地震が起きたわけじゃないよね。まあもうちょっと金で全部地震が収まりました。死亡した住民10人か。なんとか生き延びたようですな。私は自分の、いやー、ちょっとかわいそうだな。すべて再建しよう。ほら、昨夜は揺れたわね。でも私とマルコのせいじゃないわよ。確かに昨晩はワイルドに盛り上がっちゃったけど、そのせいで壊れたのは私たちの部屋の床だけ。ウランがそろそろ1万になりそうだな。じゃあどうしよっか、本当に。うわー、今度はココア、ストライキが割と発生するな。ココアってどれ？あれ、ちょっと待ってね。すべて修復。こういうのって全部修復しないといけないの？ココアどこよ、ココア。あれ、マジでわからん。ココアってどこで生産してたっけ？あれ、なくなった？で、やっぱりね、金があるんで、ちょっとアパート、すべて近代化しよう、もう。すげえ一気に豪華になった。ただ、それでもまだ金があるからね。ここか。1万6000か。結構ぼったくってくるね。もうしょうがないよな。これは何なんだろうな。このココアはだって予算は割いてるからね。全然悪くないよ。環境汚染がひどいため生産力が低下しています。まあ、言いたいことはわかるよ。よーくわかります。じゃあ廃棄物処理場みたいなの作る？廃棄物処理場みたいなのをさ、作ることによってさ、環境が悪くなるとか、そういうのは大丈夫なのかな。廃棄物処理場ってどこだっけ？あった。環境汚染が減少すると。うわ、ここら辺結構ひどいんだな。じゃあ、どうしようかな。この向きでいいか。なんかこれ、この横とかなんか置いた方が良さそうだね。これなんだっけ？運送業者か。なんでこんなとこに運送業者置いたんだっけ。あ、ここら辺の畑を作るんですか。来年は選挙の年です。ちょっと低下してんね。 60% か大体 80% くらいあった気がするけど。温水の発明に成功しました。
喜びさんで特許に登録したところ、逆上した他の国々があらゆるものを片っ端から特許に登録し始めたため、むしろ支払う金の方が増えたというありさまです。いずれにせよ、この騒動で我々の国に温水があるということが世界中に知れ渡りましたから、こいつを観光客誘致の材料として利用しない手はありません。スパホテルとかができました。うわ、図書館の作業者、あれ、ここなんで人がいないんだ。マンションじゃなくてこっちよ、スーパーマーケット。これちょっとやろう。予算が足りないのか。で、あとどこの図書館、ここか。プレジデンテ、科学最近優秀な科学者たちがテロリストによって誘拐されるという事件が世界中で相次いでいます。しかしタイムトラベルの理論確立まであと一歩というところまで来ている私には誘拐されている暇などありません。そこでお願いいたします。ちょうど研究のため最新施設が必要だった、セキュリティを完備したい。研究施設でストライキが発生する。科学研究所を新たに建設する。研究所でストライキが発生しなくなる。これよくわかんないんだけど、意味が何なの。ロシアの新興財閥のいくつかが国を捨ててトロピコにやってきました。彼らを政治的プロパガンダに利用したいクレムリンは即刻帰還させるように要求してきています。マフィアを5人追放するって、マフィアってどうやって追放するの。まあ、とりあえずやろう。科学研究所を新設する。まあ、新設だからね、ちょっともう一個作んないといけないんで、じゃあ科学研究所をもう一個作りますか。こっちの方に作るか。じゃあせっかくだから科学系の工場なんてあったっけ、ここら辺。どっかなんか間に置けないかな。この向きかな、ここら辺に置いとこう。じゃあで、あとはちょっと布告を整理していくか。食料の消費量が増加する側に、これやろう。食料配給、こういうことはもうどんどんやっていこう。良き国づくりのために有料化はしなくていいでしょ。減税はかといってね、する必要もないよね。犯罪率上昇とか、街づくり計画とか関係ないしね。建設業許可、国勢調査ちょっとやってみる。で、次、世界大戦時代、これは金でしょ。禁酒法、反体制派のリーダーが1人でもいるよ。医療の有料化、そういうのはちょっと、農業助成金、これやろう。金はあるからね。社会保障もやろう。さらに識学教育、これもやろう。住宅補助金、なるほどね。住宅補助金を出すから金のない人もなかなかいいところに住めるよっていう、そういうことか。秘密警察、これもちょっとやろう。ゴミの分別、これもやるでしょ。親愛なるリスナーのみんなに、地質調査、これやろう。地質調査やっとけよかったな。国内のサングラスの売り上げを増やすために、予防キャンペーンもやるでしょ。いや、本当金大丈夫か俺。トップシークレットなエージェンシーを立ち上げることに、とかはいらない。サインを出したそうよ。国際サミットやろう。シークレットだから誰にも言っちゃダメよ。同性婚、いや、ちょっと俺そういうのはいいわ。核実験、超大国から金銭をせびり取ることができます。ちょっとそれは危ないね。薬品の合法化、通勤システム、これってできんの。地下鉄か、地下鉄を作れってこと。ちょっと地下鉄作ってみようか。じゃあこれ何、これ、幹細胞研究。社会力学、遺伝子組み換え作物、ちょっと怖いね。いいや、やろう。コーディネーターだね、完全に。スタジアムとか、電子政府とか、なんかすごいね。 Wi-Fi とかあるんだ、インターネットの環境。ではでは、ここにまた人がいなくなっちゃったよ。もうなんでだよ。強制労働、ほうほうほう。今のってまた何、ミサイルが打ち上げられた音。若干お金が減ってきたと思ったらまた増えてきて、そこからパイナップル農園がちょっとストライキ多いね最近。
このミサイル本当大丈夫なのか。一応これ見とこう。まあ全然収入あるね。タワーマンションすげえな。セレブルーム作ろう。あとはそのマフィアを追放するとかね、そこら辺がマジで意味わかんない。だって住民とかさ、一人一人チェックする暇なくない？あれここなんだろうな。なんかスーパーマーケットたまに機能しなくなるよな。正直期待外れの代物ね。え、そうなの？食べた後に魚のようなヒレが生えてくることもないし、脳に障害が残るわけでもないし、土着の生態系に取り返しのつかない影響が出るわけでもない。いろいろワクワクするような噂を聞いてたけど、ほとんどがデマじゃない。科学者たちの意見、我々は選挙の結果を、大丈夫、あるラジオの人の、大変なことになりました。世界はトロピコがテロ組織にウランを供給し、世界を滅ぼすための兵器を作成するのを支援していると考えています。何、マジか。全ての国外勢力との友好度が低下します。大使館を5つ所有する。大使館5つか、今2つだよね。確かに。ちょっともうこっちの方にじゃあ大使館をポコポコポコっと置きますか。大使館どっちだ、これ裏だよね。じゃあここに1個置いて、選挙の結果が出ました。で、あと2つか。どうしようか。こっちの方はだってもうさ、置くスペースがないもんね。スペースがこことか置けんの置けるわ置こう。じゃああとこっち側にもう一個置きますか。ここに大使館があるんで、宝石工場が若干機能してないな。向き的にはこうか。プレジデンテ、この大きくて読みやすい文字を見てください。文字が大きいということは、それが重要であることを意味しています。大事な内容はみんなこのように大きな文字で書かれていますから、小さく書かれていることにはそれほど注意を払う必要はありません。これを読むことにより私はペネルティーモの給与を、300% 引き上げることに同意しますがウケんなこいつマジでウケるよね。新しい憲法の、選択肢がアンロックされましたと。デジタル著作権、海賊行為の取り締まり、インターネットの監視、自由なネット環境、これにしよう。グローバリゼーション、保護貿易、天然資源の基本価格 20% 上昇か、選択と自由じゃなくて選択と集中、そういうことね。自由競争、まあこれでいいや。エコロジー、経済優先、工場の効果が10増加、汚染が増加 50% も増加するの、ちょっとやだな。省エネ、工場の予算がマイナス 20%、 排出規制、観光客か、まあこれは省エネでいこう。 OK。で、さらにまた作れるようになりましたと。どうしようかな。未来の素材とかまだ全然先だね。まあ順番にいきますか。じゃあ、うわ、いつの間にか金がだいぶ減ってんな。とりあえず大使館だな。大使館ができないとちょっと先に進まないのと、マフィアよ、マフィア。マフィアとかマジどうやってこれ見るの。こんばんは。こんなん分かんなくね殺害逮捕、賄賂追放こういうのさ、一人一人アクションなんて取れないよ。全員とか見れんのかな。そういうコマンドあんまり取ったことないからね。輸出状況は全然むしろ向上してるんだけど、めちゃくちゃ作った割には。我々は騙されていました。あなたの師であるレオン・ケーンは巨大な陰謀計画のためにトロピコを利用していたのです。何、積み荷目録の書き換え、船長や税関役員の買収、嘘の交易設定、一体どこから始めたらよいのか分かりませんが、我が国で発掘されたウランのほぼ全てが世界中のテロ組織に横流しされていた。何、つまり我々自身がグランドスタートの準備を行っていたので。そして新世界機構とテロ組織はおそらく同一です。これは何とかしなければなりません。何、ウラン鉱山全て破壊、ミッションクリア。そんなんでいいの。ちょっと待って、お金すんげえあんだけど。また例によって
やることはちょっとやっときたいね。もうすぐ終わりそうだからね。じゃあ建てるものだけ建てる。大使館とかね、出来上がってから終わりするか、せっかくだから。あとじゃあここら辺なんだかんだであんまり発展しなかったね。タワーマンションでも何個か建てますか。じゃあ少しこっちか、観光施設。まあいいや、あいつらほっとこう。スタジアム、スタジアムを一つ作ろう。じゃあどこに、スタジアムってさ大体どこにあるもんなの。まあいいや、ここら辺に置いとこう。ここにしよう、ベチョッと。であとあれか、なんか地下鉄を作ろうみたいなことを俺言ってたよね。せっかく近代になったんで、地下鉄、これか、地下鉄の駅。あ、電力使うんだ。まあいいや、やろう。まずはじゃあここら辺。これは？じゃあここ。地下鉄は、あれだね。そんなに、幅を取らないんで、じゃあここにも1個建てよう。あとここら辺も、じゃあ、これ地下鉄ってさ、どっからどこに通じてるとか、そういうのはないんだね。とりあえず建てるだけ建てよう。で、距離的なあれもよくわかんないんだよね。じゃあ、ここら辺にも1個出れるようにしておこう。で、ここの仕事場にも、行けるように、しておきましょう。じゃあ、ここに1個、べちょっと。で、さらに。わ、スーパーマーケットがやっぱ割と機能しないな。あんまり近いとね、なんか、空港にも出れるようにしとこう。あれ、金がすんげえ減った。なんでだ。地下鉄ってそんな高くないよね。5400円。あ、割と高えわ。10個作れば5万4000円減るからね。じゃあちょっともういいや。ウラン工場、破壊しちゃいましょう。なんということだ。もういいよ。まさかこんな。ちょっと待って。一回時を止めて、時を止めて破壊しよう。申し訳ないね、ちょっと君たち。倒産してしまったよ、このウラン工場は。残念ながら。新しい職を探してくれたまえ。おお、飛行機。どうやら別れの時が来たようだな。君は常に素晴らしい弟子だった。自らの正当性を訴えて君を説得するつもりはない。私の計画をよく理解した上で君自身が正しいと思う判断を行うがいい。数世紀にわたり我々は人類の滅びの道から救うための努力を続けてきた。だが我々は失敗した。世界は、ますます腐敗の色を濃くし、人間たちは文明をこの星を、そして自らを荒廃させた。もはや最初からやり直す以外に、グランドスタート以外に方法はない。我々は今の世界を一度終わらせる、そして過去の教訓を胸に灰の中から新しい世界を作り上げる。どうだ、君も仲間に入らないか。 OK。 何結局何なの、レオン・ケーンって。こう本当に世界のことを考えてるのか、ちょっとよく分かんないですね。お、お、なんか流れた。世界の住人たちよ、現在私の指揮のもと、世界中に設置された核ミサイルの発射準備が完了しようとしている。我々の知るこの世界は終わりを告げるのだ。感謝するがいい。なぜかだと？自分の周りをよく見回してみるがいい。30億人が貧困にあえぎ、20億人がトイレもなく暮らしているのに、人々が関心を持っているのは猫の画像を見ることだけだ。私がこうした病を焼き尽くしてやる。そして伝説の不死鳥のように肺の中からより良い世界が誕生することになるだろう。備えるがいい、グランドスタートの始まりに。あー、なるほど。一度世界を壊すっていうことね。で、次のミッションが過去への旅。期限内に鍵となるテクノロジーを研究しろ。というところで、
じゃあ、まあ、あのウランの輸出はそんなに難しくなく終わりましたね。というところで、まあ、ちょっとなんかレオン・ケーンが怪しくなってきましたけれども、今回はこれで終了したいと思います。